それでは選手を代表いたしまして、矢吹一郎選手より皆様にご挨拶申し上げます。本日は多数のご来場ありがとうございます。自分たちはこの試合にかけてます。みんな選手一同燃えて気合が入っております。皆さんも燃えて燃えてしっかり応援してください。お願いします。新格闘プロレスリング新たなる門出94、9月24日ここ聖地東京後楽園大会、いよいよ全6試合、まずはオープニングマッチ3分5ラウンド、平野克美対大角博士の一戦です。はい、さあ第1ラウンド3分5ラウンド、ゴングが鳴ります。さあ両選手にやっております。佐々木さん、はい、やはり大隅選手は捕まえてしまうともうちょっと辛いっていう感じですね。一気に行かれてしまいますね。はい、やっぱり距離感を持つということでしょうかね。さあタックルに行ったがここでロープブレイク、平野克美オリエンタルプロレス、そして現在の新学徒プロレスリングのリングでファイトしています。さあ距離感を持つ両選手、さあ左で牽制してタックルに入って倒したが追いかぶさり、アームロックの体勢にいきたいとこですがロープブレークに逃げました大隅。鈴木さん、やっぱり第一ラウンドはちょっと牽制し合っていますね。そうですね、もっと平野選手を攻めた方がいいですね。そうですよね、タックルですがね、片足タックルいい攻撃を見せるんですが、やはりロープがね邪魔になってしまいますけども、おっとここで起き上がりざま右左のフックでアストレート入りました。さあ赤のコーナータンバックルで、あっとここでダウンと思いきや微妙でした。佐々木さん、今ダウンでしょうか。ダウンではないですね。ダウンではないですね。足を取りに行きましたから、はい、さあまだまだ大丈夫でしょう平野選手。そうですか、ええ、第1ラウンド時間もなくなってきましたが場所はいいですね。はい、平野左足タックルいって、これはうまくダウンを奪ったが、これからです。両足でフックしたがサードロープに逃げたのは大隅の腕でした。牽制し合う両選手、両足タックルで倒して、これもロープブレーク。佐々木さん、はい、やはりラウンド制というのは相手と戦っているんですけども、ええ、時間との戦い、そうですね、プロレスラーというのは、ええ、ラウンド制がありませんからね、ええ、さあショルダースルーでなんと投げまして場外転落してしまったという大隅です。これはちょっと受け身、背中大丈夫でしょうか。腰の具合が心配されますが、場外にマットを引いてないですからね。そうですね、今ちょっと当たり具合心配です ね、 ましたね。はい、平野のロープ越しのショルダースルーで大隅博士ちょっと腰背骨を強打しました。第1ラウンド1分を切っています。佐々木さん、ちょっとしたハプニングっていうことですね。そうですね、腰ですからちょっとパンチに影響あるかもしれないですね。そうですね、これからの動きにどう影響するか大隅。さあ平野は逆にここで攻めたいところですが、第1ラウンド無情のゴングが鳴りました。さあ第2ラウンドゴングです。大隅188センチ、72キロ、そして平野は183センチ、112キロということで、やはり平野のねこの体重差が圧倒するんでしょうか。おっとバック、片下タックルから足を決めたが、大杉懸命に今サードロープに手を伸ばしました。佐々木さん、はい、やはりこの体重差で40キロ、40キロ、ね、これは大きいですね、大ハンデを背負ってますけどもね、逆にそれを自分のやっぱりプラスにしないといけませんからね、
あ、おっと左フック、はい、ボディ入った、テンプル、ダウンを奪った、大隅、カウントが進みます。カウント6でまずは大隅がダウンを奪って、猛烈にラッシュする、左に右、ブロー、そしてテンプルいったが、平野も耐えて片足タックル、なおもグランドレスリング、右腕を取りに行くのか、いや、ここでグランドの。佐々木さん、はい、両腕を服させての今ヘッドロック狙ってましたね、ここは大隅逃げたいとこです。逆に脇固めを狙うが大隅の体一回転した、柔軟だ、よく耐え、そしてよく攻める両選手の攻防、第2ラウンドです。佐々木さん、はい、白熱な戦いになりましたね、やっぱりあの辺上手いですよね大隅選手、はい、おっとこれはちょっと反則ですね、ダウン二度目のダウンだ、平野ピンチです。はい。佐々木さん、大隅選手もダウンした間に待ってるなんていうのは、お前と誰みたいにパフォーマンスでいいじゃないですか。さあ二度目のダウンを着てしまった平野、これはちょっとポイント差で不利になってきますけども、おっとバックドロップインセン、よく見ていたぞ。逆にこれは。大隅痛い痛いバックドロップ、脳天逆落としを食ってしまいました。カウントが進みます。はい、よくカウント6で立ち上がりました。両選手持てる力を振り絞っての第2ラウンドの攻防ですが、佐々木さん、はい、やはりやられたらやり返すということで、両選手バックドロップですが、後頭部というより腰ですね、はい、残り30秒、腰に来てますね、そうですね、やはり先ほどの背骨腰を、そうですね、狙ってますね平野選手は。やはり40キロの体重差をやはり大隅どうやってカバーするかという試合のポイントですが、おっとフロントスープノーザンライトスープレックス、頑張って大隅立ち上がる、逆に左足片足タック、そして裏アキレス腱固めいったところで無情のゴング、第2ラウンド終了。さあフライングメア絞り上げる平野、ああ逆に大隅もよく粘ってパンチで返して足を取って裏アキレス腱固め、平野逃げたい大隅、ギブアップを狙いたい平野。佐々木さん、はい、両選手の攻防すごいですね、ロープブレイクですけども、この裏切れつけん固めが大隅のスピード差を殺すことができるんでしょうか。あっと右ストレート、そして左右連打が出た、あっと入ってしまった、右の顔面です。リラのダウン、3 4 5、さあ平野カウント9で勝った。ちょっとこのラウンドは劣勢ですが、おっとブレーンバスターで投げた、まさしくプロレスラーの意地ですか、また腰打ちましたね、はい、2発目を狙うか平野、逆に大隅が、おっと下から、顎でしょうか、顎ですね、入りましたね、いい試合になりました。3分5ラウンド第3ラウンド、平野ピンチ右左、ここで終了第3ラウンド終了。佐々木さん、3ラウンド2分42秒勝者大隅博士、おっとここで無情のゴング、まだ分からないんですけど、はい、その辺注目したいですね。分かりました。さあゴングが鳴って、おっと高いジャンプ力のローリングスバット、そして前へ出たが逆に捕まえて、ここでロープブレイク、
佐々木さん、はい、今のやっぱり横田選手お手玉のって感じで牽制しましたね。逆にこの重田というのはどんな選手でしょうか。重田選手はあの木村選手の、はい、あの木村光一郎選手 の、 あの、はい、スパーリングパートナーを SAW で。そうです。そうですか、なるほど。ということはもうやっぱり関節持ち込みたいですよね。はい、お手玉ってことですね。ということは立ち技そして寝技という戦いです ね、 ですね。はい、さあこれもですね、全く違うタイプの両選手の戦いですから楽しみですけど、さあ右のローキック、これはステップバックした。左のキックをいって前へ突っかけて関節技、グラウンドレスリング痛いとこですが、ロープブレーク、レフリーのチェックが入ります。やっぱり佐々木さん、キャリアでいうとやはり横田選手の方が少林寺とかですね、新キャラだということで、そうですね、離れしてるという面では有利かなと思うんですが、横田選手スピードありますね。あ、なるほど。リングを大きく使ってますよね。はい、さあ組み合ってどんな戦法で相手を攻撃していくのか、前へ突っ込んでいった。さあ投げて得意のサブミッション、グランドレスリングに行きたい。さあまずは場所がいいですからね、はい、行きたいですね。さあ左腕をまず両足でフックして横田を締め上げます。重田慎吾、おっと、そしてグラウンドでのヘッドロック、しのごうとする横田。佐々木さん、はい、まあ、あのスパリングだったら先輩でもある木村光一郎選手のね、やっぱりセコンドついてるっていうところでは、これはやっぱ絶対勝ちたいですよ ね、 そうですね。木村選手もそれだけ期待してるしてますからね。分かりました。さあ今の左の範囲も高く上がります。蹴りが早いですね。早いですね、あっという間に決まるというところで目が離せない重田。やはりタックルからのグラウンドレスに持ち込みたいところですが、ちょっと佐々木さん、はい、重田選手の攻撃が後手後手っていう感じになってきたです ね、 ですね、やっぱスタミナですね。そうですね、おっとコーナーマットにつけて右左のストマック、そして脇腹へ、あーこれは脇腹ランチを連打ダウン、重田慎吾ダウンです。さあ立ち上がった好ファイト、はい、重田選手ちょっとスタミナのロスト、ちょっと先ほどあの横田選手 の、 あのバックキック、はい、回し蹴り、あれがもろにボディに入りましたからね、まだ効いてますね、はい、さあ左のハイキック、右の膝蹴り、前へ出てきた、あと横田が来た、ここで見事に膝ダウン、ダウン2度目のダウン、重田8 9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 
幸政、絶好のチャンスが訪れました。攻める横田、守る重田、左のフロント、そしてはいキック、膝蹴りが出た、ダウン、2 3 4 5 6 7 8 9。さあカウント9で重田立ちました。アニマル浜口道場の道場もう叩き、ユニバーサルプレスの練習生、そして SAW、 そして今現在新格闘プレスに参加してますが、おっと左のハイキックを、大丈夫だと、佐々木さん、はい、やるじゃないですか、須田選手、やる気十分、ガッツ溢れて踏ん張りました。なおも横田攻めるが足を通るぞ、左足倒れませんね。しかし重田もよく
よく食いしばり耐えています。横田は、はい、これは勝ちたいとこですよ ね左足取ってロープブレーク、もう蹴り対両足タックル、片足タックルの対決と言っていいでしょう。横田対重田、逆にキックで、そして捕まえてフロントヘッドロック、さあダウンを奪い、さあサブミッション移りたいが、ここでやはり残念ですがロープブレーク。しかしさっきの大ピンチをよくしのいでいる重田、逆に横田、ここでちょっとこのペースが続くと横田選手もいけません ね。おっと右になるの、ね、膝、そしてハイキック、脇腹への右のパンチ、あっとコンビネーションで膝蹴りでまた入った、重田ダウン。この投手は素晴らしいですね、称賛、ね、していいでしょう。よく粘っている重田、またしてもカウントないんで立ち上がった。しかし横田もここで今度は決めたいところ、右のローキック、これはよくステップバックした。さあ前出る陽選手、激しいバトル、両選手ほとばしる情熱が、そして気迫がこの後楽園ホールに詰めかけたファンの皆さんにも伝わっていると思います。横田左、そして右のキックが膝が出てた、これはロープ、そしてコーナーに背もたれとはいけませんね、これは重田は逃げたいとこです。ここでグランドレスリング、そしてギブアップを奪いたいとこですが、残念ながらロープブレイク。佐々木さん、はい、やっぱり重田選手、ダウンを奪ってもリング中央じゃないと、そうですね、自分の、ね、活路が乱せないのがね、これが不利ですね。重田頑張ってるが、あっとフロントキック、そして脇腹で右のブローが入りました。カウントが入ります。さあ重田立てるのか、ボディーが出てますよね。はい、タッチ出した。須崎さん、はい、またカウントない、もう重田選手はミスターナインとでもね、いいですよね。カウントナインで立つ、よく粘ります。これ横田選手もね、また立ったなという感じですけど、さあ脇腹へ、しかしあと前出てきた右脇腹、そしてテンプルへ膝、右、そして膝蹴りが箱に入った。ここでダウンです。重田危ない、またしても微妙でしたけどもね、カウントない。逆に横田選手ちょっと疲れてきた、そうですね、もう攻め疲れというのもありますからね、これだけ粘りますとね、もうお前いつ倒れるのかというぐらいね、もうね、いやこれは立派ですよ、立派ですけどもね、ただこれどうやって返すかですよね。そうですね、さあここでもね、この横田対重田、全くこれからはどちらが勝者になるのか分かりませんけども、優勢のは当然横田選手ですけども、重田の粘りも拍手を送りたい。右のキックを取ったぞ。さあしかし、あーっと左からのハイキック、しかしバックへ、バックへ、同時めスリーパー、惜しい、須崎さん、はい、起死回生の同時めスリーパー、惜しかったですね。その前に顔面にもろにキックを食らったんですけどね、食らっていながらも離さない、ね、いい攻撃、いいファイティングスプリットを持っている重田慎吾。横田前へ前、右の膝だ、そして左の、はい、前蹴り、膝蹴り、
ダメージが大きいか、重田。レフェリーが骨食べた。18分53秒、勝者横田幸正。さあ、ゴング鳴りました。さあ、おっと蹴りのモーションで両選手右ローキックを出しますが、鈴木さん、はい、あの原谷選手、どんな選手でしょうか。先ほどの茂田選手と、はい、あの木村選手のスパーリングパートナーとして、はい、あのやってるんですけど、まあ、見てよ分かる通り、あの上半身素晴らしい筋肉してますよね。そうですね、頑丈そうですね、おっと右左のロープから捕まえようとしたが、体勢を整えして若手のコーチも立ってブロックしています。右左をずっしりときたローキック、蹴りで返そうとするコーチを足を取ってグラウンドに持ち込みたいが、踏ん張るぞ原武史、ロープブレイク。原選手蹴りが速いですね。そうですね、ね、あの左からのブロー、そしてハイキック、コンビネーションもいい。ロープ脇腹ブロー、逆にコーチもハイキックで返すが、さあ両足タックル、ダウンを奪いたいがうまく回り込んだ原。まあ、ここら辺はもう須崎さん、はい、原選手、木村選手と一緒に、ね、ストレーニング積んでますから、流れるようなこれ、ね、グランドレの攻防ですね。あ、ダウンを奪ってテイクダウン、右の脇腹、そしてハイキックからローに行ってストマック、ブローが入ったコンビネーション、この3パターンできたらコーチもきつい。やはり須崎さん、はい、あのコーチ選手は反撃が片足タックルか両足タックルというのをもう見破られてますね、この村選手に完璧に、そうですね、そう 膝、はい、膝蹴りが入ってハイ、ね、キックをして右もする、しかし逆に原はハイキック後頭部に入ってコーチダウン、3、4、5、6、7、カウント7で立ち上がりました。コーチ朝彦前出て右右ストマック右、そして掛け声もろとも原が前出てきたぞ、ローキックからストマックへ、そして逆にコーチも5分経過、殴りそして蹴り、コーチ選手ツーダウンのエスケープ、原選手ロストポイントございません。須崎さん、はい、やはり今のアナウンスもありましたけども、ええ、ここまでは当然原選手の有利ということで、ええ、そうですね。さあタックルを逆にまた原武史がうまくしのいで攻めさせない、そして逆にスリーパーホールド変形です、絞り上げます、ロープが違いコーチ、ロープブレイク、お自ら右の拳を、須崎さん、はい、あれは自分自身にそうですね、やはり活を入れてるんでしょうかね、さあ小手で前で、はい、膝蹴り出てきたか、さあ腹が右の脇腹から右のローキック入った、はい、もうハイと絡めてミドルだ、ダウン、キックの雨嵐、ダウンしたのはコーチです、2、3、4、5、6、7、コーチ選手はあと1回のダウンで TKO 負けです。さあコーチ、あと1回ダウンしたら TKO 負け、どうにか逃れたい、そして原は早く勝負を決めたい、脇腹に原が右のオープンブローだ、そしてローキック左に入った、耐えるコーチ、攻める原、危ない、ダウンするのか、耐えたコーチ、佐々木さん、はい、しかしコーチ選手6分53秒、勝者原武史。
が鳴りました。いきなり殴り合ったぞ。山田が突っ込んでいったかと持ち上げた。危ない。フロントスープレックス一発ダウンしたのは山田だ。早い展開、アンビリーバブル。須崎さん、これが勝負って怖いですね。しかし山田も素早く立ち上がって、またも殴り合い出てきたぞ。喧嘩腰の山田を伊藤もバックへ回った。しかしこのブレイク、殴り合い、そしてフロントスープレックス。そしてグランドレスリング、伊藤がバックへ回って山田の右腕を裏返しにして腕ひしぎ逆十字に移行です。手をロックして逃げたいが、このロックが佐々木さん、はい、外れると山田選手ピンチですね。体勢を立て直した山田、よく防ぎましたね。はい、逆にキック、そして初手バックマッタ、伊藤のハイアングルバックドロップ。山田の体がエビのように曲がってしまった。2度目のダウンです。パワーファイターの伊藤、そしてスピーディーな山田、首を決めて逃げたい山田がパンチで、おっと焦点右左前に出てくる。浴びせ蹴りだが伊藤フラフラしてきて、ドロップキックです。ダウンしたのは伊藤だ。須崎さん、山田もいいですね。3、4、さあやっぱりですね、効いてますよ。はい、三所は小粒でというね、古いことわざもありますが、山田圭介、しかしバックからの投げっぱなし、ジャーマンスープレックス。伊藤、またしても軽量の山田がダウンだ。須崎さん、はい、今の打ち方もデンジャラスでしたね。でも立ってきますね。はい、立ち上がった山田、捕まえられたら苦しい山田。しかし須崎さん、はい、今日は伊藤選手もう何種類スプレックス出しましたかね。飛ばしております両選手。あ、おっとヘッドバット、はい、これは面白い攻撃ですね。そしてあっと小手から浴びせげの逆につかされての腕ひしぎ逆十字という、この攻防も軽量で助かりましたね。ロープまで吹っ飛びましたからね。両選手もやる気がね、ガンガンにリング上不安に溜まってると思いますけども、膝蹴り、そして伊藤が抱え上げたボディスラム、対してがパワースラムだ。カウントが進みます。3 4 5 6 7 8 9。山田もカウント9ギリギリで立ちました。さあ掴み合ってどちらが攻めに行くのか。さあ一本変形、一本強いダウンを奪って、今度は山田の腕引き逆十字ですが、伊藤の両腕がロックされています。逆に体を逆に反転されて持ち上げるんでしょうか。伊藤がなんとそのまま担ぎ上げた。すごい試合になりましたね。すごいですね。もうね、もう昔のアンドレスタイトじゃないですけどね。この選手もやばい、さすがウェイトリフティングのね、経験しただけにね、得意技最高に、そしていい形で出してますが、本当一本強い姿勢よだ。逆に投げられたが、伊藤も密着しています。グラウンドレスリング、さ山田が上に乗って右左平手を見舞うが、よくブロックしているぞ伊藤。そして浴びせ蹴りだが、伊藤はダウンしません。逆にストマックへトーキック、あーっと今ダウンさん、はい、あーっと須崎さん、今ダウンなんですけども、隙をついて有効なんですね、これは。大丈夫ですよ今は。
続行されていました。5分経過。でもこの山田選手最後まで諦めないですね。ですね、これも先ほどのね重田選手と、ね、同じで、やっぱり諦めちゃいけませんよね。カウント9でも立ち上がってくる山田。伊藤の膝蹴りが入って、あーっとこれはパワーボムエグのか、いやバックで投げた変形のフロントスプリック。そして山田の右腕をアームロック。ここで山田がサードロープに足を出してロープブレイクで逃げました。さあ立ち技あり、そして寝技ありのこの両選手のバトル。伊藤、あーっとハイラブル投げっぱなしパワーボム。そして隙をついて逆肩エビですが、カウントがレフリー山田のカウントを取ります。危ない山田圭介。5、6、7、危ないが、またしても粘って耐えて立ち上がったが平手打ち。そしてまたしてもナイスなしのパワーボム。大ピンチです山田圭介。5、6、7、8、9。鈴木さん、はい、またしても山田カウントないんで、でもちょっとダメージどうでしょうか。いやかなり来てますね。そうですか。あっと3発目のマイアングルパワーボム投げ捨て。3、4、カウントが進みます。大ピンチの山田圭介。6分29秒、勝者伊藤芳郎。ゴンガの両選手ゆっくりと6メートル中央、このシフトプレス、白のマットの今リング上で相手を睨み、そしてまず先手を取ったのは秋山、左のローをかましました。佐々木さん、はい、まあ、木村光一郎、今やもうシフトプレスなくてはならない選手になりましたね。そうですね。対する秋山選手ですが、はい、どんな選手でしょうか。ですね、はい、秋山選手、まあ、あの木村選手のところでサンミッションアーツをやってたんですけど、その前にあの空手、はい、トア杯とかにも、そうですか、出場してるんですよね。あのトア杯っていうのも各選手のレベルって高いですよね。興味深いですよね。佐竹選手とか、あの聖堂会館の、そうですね、おっとバック待って木村光一郎、木山の左腕をリストを取りに行きたい。そして腕ひしぎ反転したところでロープブレイクです。佐々木さん、はい、スリーノックダウン制ですから、はい、これはもうやっぱり1秒たりとも隙を見せられない。そうですね、さあ秋山どんな突破口を見せるんでしょうか。どんな技を繰り出すんでしょうか。ローキック左、相手右のキック左の、はい、ディフェンスする。そしてローキックで、あっとダウンしたが、なおも須崎さん、秋山選手もね、ダウンですね。はい、ダウンしたのにも攻撃手を休めませんでしたね。まず1回目のダウンは木村です。おっと秋山が前へ出て勢いもつかせず、膝蹴り膝蹴り、そしてバックまた膝、わあ脇固め木村光一郎。しかし秋山がさあドロップに右足、今の木村光一郎のね、変形の逆からのね、バックからのね、脇固め早かった。いかんせん一瞬の技を見せられると秋山選手も迂闊に攻め込めなくなりますよね。そうですね、牽制できますね。そうですね、木村対秋山、さあ秋山がハイキックよくディフェンスして、木村が左足を取ってここでしょうか、ダウンを奪い、あ
っと背中へキック、先ほどのお返しとばかり。佐々木さん、はい、完璧な先ほどのお返しでしょうか。そうですね、やられたらやり返すというのがね、格闘技ファイターの条件。これをねなくしてしまったらもうリングを去るしかありません。ファイターの宿命です。秋山右の左の小手、しかし木村の距離、これがねいい、本当に木村のなんていうか世界作ってますよね。ローキックの応酬、しかし木村が前へ出て膝から2発牽制して、おっとまたアームブリーカー、惜しい。秋山もよくロープに逃げました。佐々木さん、はい、ちょっとここら辺で秋山選手ダメージが大きい感じですね。秋山選手どうしたらいいでしょうか。そうですね、あの先ほど、まあ、膝蹴りで、はい、もうあの反則スレスレの、あスレスレでしたけどもね、これ攻撃がいいんですよね、で引かないでもうどん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 前に出るしかないですね。時間5分経過、木村選手ワンダウン、秋山選手ワンダウン、ワンエスケープ。あっとこれもヒールホールド、これがスタンディング。秋山選手はあと1回のダウンで TKO 負けです。秋山不良、あと1回のダウンで無情の勝者になってしまいます。おっと木村選手カツを入れてるんでしょうか。2回ダウンをしてしまった秋山、崖っぷちです。さあ木村がこのペースでいくんでしょうか。秋山逆転できるんでしょうか。須崎さんのコメント通り守っちゃいけないですよ ね、 うすね、もう秋山選手は、もう土壇場なんですからね、はい、あいいですね、はい、張り手2発、しかし木村は倒れない。どうしても逆転した秋山です。おっと木村が蹴ってみろ、殴ってみろ、これされるとレスラー相手ファイターは屈辱ですね。須崎さん、もう舐められてるしかないですからね。そうですね、それを逆にやる気に持っていけるんでしょうか。さあ秋山が張ったか、木村がこの表情が厳しい。木村さあ視力を振り絞って今木村とファイティングポーズ、さあどんな攻撃を見せるのか。2台のローキック、木村が軽く足を取って、あっと前方からの膝十字、はい、ここでゴングです。6分56秒、勝者木村幹事長。今木村選手がマイクを使いました。まあ報道等で青柳幹事長の件はご存知だと思ってますが、ご存知だと思いますが、今日本当においでいただいたここにいるファンの皆様が証人となってください。館長は今日自分の戦いから逃げました。そのことは本当にファンの皆さんが忘れずに思ってください。そして館長がこれからもう帰ってくるってことはないと思いますけど、板倉もいます、自分もいます、ね、今やった秋山もいます、若い選手もこれから頑張っていきますので、進学とプロレスよろしくお願いします。皆様お時間いただきたいと思います。先ほど8月の28日ホテルニューオータニ日本ヘビー級ボクサー第1次オーディション契約金アメリカで5試合したら1000万、これの介護学者そして精神保護者を今回皆さんにご紹介いたします。まずは介護学者、10月の1日から相模原米倉ジムで3ヶ月猛トレーニングに耐えられたらアメリカに来年遠征します。そしてあのマイアミアンジェロ・ダンディの下で試合をし5試合戦えば1000万無条件でもらえます。介護者2人をご紹介します。まずは1人目、
180cm 94kg 市川次郎選手。続きまして若干17歳、183cm 98kg 坂井君高選手。アンジェル・ダンディ、過去12人の世界ヘビー級チャンピオンを育てました。13人目、ぜひとも日本人初のヘビー級ボクサー、世界ヘビー級チャンプとして期待しています。ご紹介しましょう。福田照子選手。改めてご紹介します。福田照子選手です。この福田選手のために気持ち一つで今テーマソングを作曲中、あの歌舞伎ロックス宇治上一番。改めてご紹介します。歌舞伎ロックスリードボーカル宇治上一番です。宇治上さん、まずこの福田選手の期待っていうのは宇治上さんどう見てますか？体でかいですから名前をビッグにしていただきたいと思います。福田選手、ファンに一言挨拶お願いします。勝ちますんで見に来てください。わかりやすい、ありがとうございます。レーベルの6人タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー WAR にて世界6人タッグチャンピオンチームトータル450分のジャドーゲドー。生きのいいジャドーゲドーです。オリンピック204パンド古木ヒロイチ。レボリューションの弱いわよ。一生に一度しか見れねえやつだお前、よく見とけばよだろ。ゲドーがバカにしたマイクアピール、おーっとここでたまらずつかれた WAR を襲った板倉矢口。そして高山田、おっとリングショー須崎さん、これにはもうやっぱりね、主役との3人、どこだか待ちませんでしたね。あっと津波さん、あっと皆さん、いきなり実況席、あっと邪道が高山に椅子の2発、早くもラブファイトだ。この広い後楽園ホールがまるで戦場と化してしまいました。津波さん大丈夫ですか？もうかなり出てます。はい、あっと高山、早くも流血です。邪道やりたい放題、椅子と実況の机を持ってます。リング内では冬木が矢口の攻め、おっと危ない、お下がりください、お気をつけください。高山、那須がままです。そしてリング内は矢口が冬木にやられ、そして今下道にタッチ。須崎さん大丈夫でしょうか？高山選手大流血です。戦場ですね。そうですね、須崎さん、はい、やっぱりこれはですね、もう先日の WAR のリングに新薬党の3人が殴り込みましたけど、完膚なき前叩きつけられたと、こういう遺恨があるわけですね。で先手を取る気象に行ったんですけどね、はい、逆にやられてしまったという。まあ、しかし板倉、矢口、高山、この新薬党の意地に期待したいですね。さあリング内、これノンタイトル6人タッグ60分一本勝負、矢口が捕まりました。黄色のコスチュームはトレードマークと今になったジャドーとゲドー、ユニバーサルレスリングの夢、そしてユニバーサルプレス、そしてメヒコに行き、あのウィングでジャドーゲドーのスタイルを確立した。この2人、矢口をロープへ振った、逆にキックで返した矢口。須崎さん、はい、今日は矢口選手、燃えろカットで挨拶も行いました。そうですね、気合燃えろですね、
ヤグイチロー、さあ腕を取ってハーフネルソンの、ハーフネルソンスープレックス、後方へ投げ飛ばした。そして背中にサッカーボールキック一発、ここで若手の高山にタッチだ。場内ヒートアップしてきました。ここで特別ゲスト内上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願い、立て祭り総合。いやー、内上さんもね、先ほどのセレモニーを続いて6人タッグ、すごいバトルになりましたね、はい、そうですね、やっぱり冬木軍、邪道下道はすごいですからね。なるほど。さあ、ここで鈴木さん、はい、いよいよ注目の板倉登場ですよ、はい、さあ、ロペットドロップクイッス、見事にヒットして、さあ下道に見舞ったが、よく下道が見ていた。あー、デンジャラスなキック、そしてロープへ、下道はラリアト、ベリーグッドの ラリアト一発、そして大きなモーション、ブレンバスターカバーに入った。カウントワン、ここで WAR はエースの冬木にタッチをしました。場内ブーイングと歓声が入り乱れています、このメインイベント。鈴木さん、今日もですね、この興行のキャッチコピーが新しい新たな門出94で、これを勝たないと95年には進めないですよね。高山選手に頑張ってほしいですよね、はい、冬期待三田倉、やりたい放題邪道下道冬期 WAR レストレンドロマン、ロープへ振ってのカニバサミから冬期のエルボードロップ、あーっとスピーディーなエルボードロップ、鈴木さん、はい、高山いけませんね、ちょっと全て向こうのコーナーでやられてますね、はい、そして馬乗り合体ボディアタック、ちょっと出血の量も多くなりましたね、はい、危ないですね。もう一発馬乗りからの一歩アタック、あー、これは足でカウントを取る、カウント2、高山無残な流血、ロープ振ってラリアート、カバーにあったけどドロップキック、連携プレー、そして今度は進学党のエース板倉ボディスラム、ロープ2段目から3セットリップ、これは自爆だ、逆に邪道なだれ式に行くのか、コーナー最上段に板倉を今捉えた、不安にアピールしてなだれ式のブレインバスターに行くのか、危ない、板倉なだれ式ブレインバスターカバーに入った、カウント2、鈴木さん、はい、板倉もちょっとこれは攻めてはできませんね、投手が空回りしているという感じ伺えるんですが、というよりもやっぱコンビネーションですね。そうですか、全部やられてますよね、はい、さあバックへ回って冬木のバックドロップ一戦、全くここまで WAR の有利なペース、やはりここは進学党のホームリングです、ブーイングを浴びせられる邪道下道冬木、しかし憎いこの3人ですね、鈴木さん、強くて悪くてすごいやつという言葉がありますけどもね、ロープへ振ってドロップキック、まあ、新学校プロレスタッグマッチには慣れてないですから、ね、あー、なるほど、スタイルが違いますんでね、内上さん、はいはい、ちょっと板倉選手も捕まりましたね。そうですね、やっぱり体がちっちゃいですからね、うん、頑張ってほしいですけど、はい、さあ胃袋へパンチからタイガードライバー、カウントは鈴木さん、板倉選手が相手に仕掛けなくちゃいけない技を受けてますからね、全くいけませんね、ラリアートをかわしてリープフロック、ローリングヘッドスライス、よし、ここで板倉が飛ぶのか、トップロープ飛べコンヒーロー、
さあ起死回生の空中殺法、板倉燃えてくれ、ディー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 、そして燃えろカットが、燃えろカットが板についてきたのか、矢口が2のキックカバーに入った、カウント2。さあ板倉から矢口へいい連携プレーを見せてきた新学徒、自らロープへ振ってフライング2のキック、これは自爆だ、よく見ていた邪道。メーベット6人タグマッチ60分一本勝負、白熱したこのバトルですが、さあ得意のグランドレスリングから腹がダメか、須崎さん、これは矢口一郎前ヘバリットフォークですね、しかしうまいですね、あっという間ですね、これぞまさしく兄弟分ですね。おっとここでまたしても高山と、危ない、おっとここで高山にゲドーがペペコンヒーロー、危ない、板倉そして高山そして矢口、無念の敗戦をこのリング上で新学トップレースのホームリングでファンの前でしてはいけません。スーパーパワーブルーです、はい、おっと邪道ゲドーが矢口を、そして板倉を、高山をやりたい放題、おっと矢口にダブルバックドロップ、脳天から後頭部から矢口ダウンです、そしてそして高山に対して邪道下道がダブルリフトした、危ない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 、スーパーパワーボム合体ダブル AR 冬木邪道下道、冬木が板倉にラリアと、そしてまたしても場外乱闘です、試合時間15分経過、ここでタイムは15分、あっ邪道が矢口に石で一撃、もろとも鈍い椅子の音がこの後楽園ホール客席にこだましてます、佐々木さん、はい、全く新学と、ここまではいけませんね、ちょっと苦しい展開ですね、内上さん、矢口選手も流血ですよ、どうですか、もう板倉選手失神してますね今、あいや、ようやく目が覚めました、矢口に期待したいですね、内上さん、もう気合だ、燃えろ、燃えろ、矢口、矢口燃えろ、内上一番も応援している、思いっきり入っちゃったよ今、いやー須崎さん、内上さんも興奮して何を言ってるか私分かりませんよ本当に、しかしね、この興奮させるだけのファイトですよ ね、 そうですね、やっぱり私は黄色を着てきたのは別に冬木君の応援してきたわけではございません、すいません、そんなことはどうでもいいんです、はい、須崎さん偶然黄色だったんです、すいません、この矢口が早く板倉にタッチする、そうですね、そしてもう板倉が1対3でもやってるぐらいの気持ちしかないでしょう ね、 ね、高山はそしてもう伸びてますね、はい、板倉はそして矢口がダウンしてしまうのは見たくないと思うでしょう、カバーに入った、カウント2、邪道まだまだ生き生きしている邪道、そしてゲド、そして冬木、あ冬木が板倉を、危ない、実況先に来ました、そしてリング内は危ないぞ、矢口が捕まるのか、カウントがカウントは2、そしてあ石上さんの隣には福田選手が、福田選手気をつけてください、佐々木さん今日は本当にいつも通りの WR の試合ですが、新学長の3人頑張ってほしいですね、危ない、矢口返せ、高山の姿があまりにも残酷、そして無残です、邪道ゲドやりたい放題、板倉が捕まるのか、またしても邪道が机を、そして冬木が矢口にラリアート、果てしない戦い、リング内冬木スペシャルが矢口に決まるのか、危ない大ピンチ、コンプとなってしまった、17分45秒
勝者冬木ひろみち。なんていうざまだお前たち。新格闘プレスリングアートナル門出94、9月24日後楽園ホール名イベント勝利を飾ることはできなかった。しかし須崎さん、明日に向かうしかないですね。もう、そうですね、この悔しさをバネに次から頑張ってもらいたいですね。はい、今矢口が、そして板倉が、今日はすいませんでした、乾杯です。今度は必ず勝つまで追いかけます。これからも新格闘を見捨てず一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。新格闘プレスリング矢口、そして高山のこの気持ちがファンには伝わったと思います。須崎さん、もう明日から今日のことは忘れて、明日から明後日に勝つしかないですね。本日全6試合新型プロレスリング新たな顔で、解説は東京スポーツ第二運動部須崎弘樹さんでした。須崎さん、ありがとうございました。そして特別ゲスト歌舞伎ロックス内上一番さんでした。内上さん、ありがとうございました。そして実況は CS 格闘サブプログラム寺内半兵衛でお送りしました。皆さん、またお会いしましょう。